嫁の分際で出張とかありえないわ。しかも3日も家を空けるとかアホか。急にどうしても行かなくちゃいけなくなったの。まだ4歳の孫を置いていくとか母親失格だな。そこまで言わなくてもいいでしょ。じゃあ泊まりじゃなくて日帰りで帰ってこいよ。新幹線で片道3時間かかるんだよ。無理に決まってる。俺の負担が増えるだろ。勘弁してくれよ。でも週末は仕事休みなんだから少しは協力してよ。俺の休む時間がなくなるだろ。私は休日も家事と育児で全然休めてないんだけど。俺が家事育児してないみたいな言い方だな。和樹だって家事できるのに全然手伝ってくれないじゃない。昨日だって床に落ちてたゴミを拾ったのは俺だぞ。自分で落としたティッシュを自分で拾っただけでしょ。そもそも女のお前がいるんだから俺が家事する必要ないだろ。育児だってスマホばっかり触って全然協力してくれないし。マコは俺に懐かないし。ママがいいらしいぜ。よかったな。私たち共働きなんだよ。家事育児は平等にしようよ。俺の方が稼いでるんだぞ。その分お前が家事育児多くしないと割に合わないだろ。その昭和のおっさんみたいな考え意味わかんないんだけど。おい、俺に歯向かっていいと思ってんのか。はあ、なんでそんなに偉そうなのよ。お前が出張の間誰がマコの面倒を見ると思ってんだ。カズキだよ。俺のこと怒らせたら面倒を見なくなっちゃうかもな。ふざけたこと言わないで。とにかく保育園の先生には伝えとくから金曜のお迎えからお願いね。はいはい。ああ、飯代10万くらい置いていけよ。3日だよ。それは使いすぎ。遊園地も連れて行ってあげようと思ったんだよ。マコのための10万だぞ。高すぎ。3万もあれば十分。遊んでばかりじゃなくて、マコの身の回りのことと掃除、洗濯、お願いね。別に3日くらい掃除とかしなくても大丈夫だろ。私は毎日してるのよ。あとマロンのお世話もお願い。もう老犬だし病気だからちゃんと薬飲ませてあげてね。マジで俺の休む時間ないじゃん。可愛い娘と愛犬のために協力してよ。めんどくせえな。でいつ行くんだっけ。昨日行ったでしょ。あさっての金曜から日曜までって。そうか、久しぶりの一人時間だな。仕事だけどゆっくりしてきな。急に何？怖いんだけど。俺とマコのことは気にしないで、たまには羽伸ばしてこいよ。さっきまで嫌がってたくせにいきなり何なの。かわいげねえな。せっかく俺が優しい言葉をかけてあげてるのに。普段からもっと優しくしてほしいわ。ああ、俺に任せてくれ。なんか私が家を空けるからって浮かれてない。そんなわけないだろ。行くときは気をつけていけよ。ありがとう。マコとマロンのことお願いね。ああ。私の名前はユキ。33歳で夫と4歳の娘、そして11年一緒にいる愛犬マロンと暮らしています。マロンも私にとって娘同然の存在です。夫とは短大で知り合い交際がスタートしました。当時はとても優しく思いやりのある人でしたが、今は思いやりなどは感じられず、私を家政婦と勘違いしているようです。夫は高校卒業してすぐに一人暮らしをしていました。22歳で私と同棲を始めるまでの4年間は身の回りのことを自分でしていたので、一通りの家事はできるはずなのに。昔は家事をそれなりに手伝ってくれていた夫でしたが、娘が生まれてからは家事を手伝うどころか露骨に家にいたがらなくなりました。そんな夫に対して私は最近嫌気がさしてきたのです。私は普段出張に行くことはないのですが、急遽行くことになってしまい3日間行くことになりました。ですが私が出張に行っている間に夫がとんでもないことをしでかすのです。出張当日の夕方、何度も電話かけてくるなよ。俺も忙しいんだぞ。マコの保育園のお迎えちゃんと行ってくれた。行ったから心配するな。マコの様子は寂しそうにしてない。無視するな。なんで返信してくれないの。マコの様子は大丈夫。うるせえな、しつこいわ。カズキが全然返信してくれないからでしょ。
心配するなって言っただろ。3日間もマコと離れるの初めてだから心配なのよ。今日の昼間にマコが熱出たって保育園から電話来たから迎えに行った。普段から体調管理くらいしてやれよ。熱？何度くらいあるの？電話では39度って言ってたかな。マコ大丈夫なの？今もまだ熱あるの？さあ、知らね。知らないって何なの？病院には連れて行ってないの？連れて行ってないけど、寝てりゃ治るだろ。は？娘が熱出してるのに心配じゃないわけ？俺に熱移るのとか迷惑だし無理だわ。今からでも連れて行ってあげて。もう病院閉まってるだろ。救急に連れて行けばいいじゃない。無理だって。てか今俺家にいないし。え？どういうことなの？マコはどこにいるの？家で寝てるんじゃねえの？マコ一人で？あんたはどこにいんの？別に言う必要ないだろ。立て込んでて今日は帰れそうにないわ。は？高熱の娘放置して何してんの？今すぐマコのところに帰って。大事な用で出かけてるんだ。マコはおとなしく寝てるだろ。何かあったらどうするの？普通に考えてマコのそばにいてあげようとか思わないわけ？俺に風邪がうつったらどうすんの？仕事行けなくなって職場に迷惑かけることになるじゃん。だからってマコのこと一人にするなんて父親失格だから。なんとでも言ってくれ。あんたなんかにマコのこと頼んだ私が間違ってたわ。分かってると思うけど俺家帰らないからな。もうあんたなんかに頼まない。今から私が帰る。ああ、そうしてくれ。てかお前出張抜け出していいなら最初から出張なんて行くなよ。上司にお願いして他の人に代わってもらったのよ。他の人がいたならなおさら行かなくてよかったじゃん。そういう問題じゃないでしょ。そういえばちゃんとマロンに餌と薬あげた？ああげてねえや。老犬だしもともと先は短いだろ。信じられない。マコもマロンもあんたのせいで辛い思いさせちゃったわ。大げさだな。老犬に病院代とか薬代とかもったいないだろ。なんで平気でひどいこと言えるの？いつからそんな冷たい人になっちゃったのよ。俺はもともとこういう人間だ。本当に最低だわ。で、あんたはどこ行ってるの？温泉。上司がどうしてもって言うから断れなかったんだよ。娘が熱出してるんだから温泉なんて断りなさいよ。俺にも付き合いってもんがあるんだよ。お前には分かんないだろうけど。高熱の娘より上司の方が大事なの？ぐちぐちうるせえな。お前と話してると気分悪くなるわ。帰ってきたらただじゃおかないから。勝手にでかい口叩いてろよ。てか早く家に帰ってやれば。あんたに言われなくても今新幹線で帰ってる。じゃあもう連絡してくるなよ。お前たちに構ってる暇はない。クズ男。3日後。今日帰る予定だったけど急用で帰れなくなった。娘の葬儀より大事な用って？え？葬儀？そうだよ。なんで電話も出ないし LINE も全然返信してくれなかったの？亡くなったってこと？何度もそう連絡したでしょ。こうなったのもあんたのせいよ。本当に最低だわ。忙しかったんだよ。いつが葬儀なんだ？2時間後に始まる予定だよ。そうか。いやまさか俺より先に旅立つとはな。何笑ってんのよ。信じられないんだけど。だって保険金入るだろ。まだ子供だから保険とかいらないかなって思ったけど入っておいて正解だったな。何言ってんの。保険なんて入ってないし保険金って何のこと話してるのかさっぱりわかんない。はあ、とぼけんなよ。あ、お前もしかして保険金を独り占めする気だな。あんたなんで嬉しそうなの。悲しくないの？全然。早く保険金請求しないとだな。私が出張から帰ってきた時マコ40度近く熱あってぐったりしてたんだよ。よかった一緒にいて映らなくて。マロンだって薬あげてなかったからすごい辛そうだったんだよ。それはかわいそうだね。そんなことより早く保険金請求しようぜ。
やっぱり勘違いしてるみたいだね。俺が？何を？あんたと連絡の取れなかった3日間、私がどんだけ連絡したと思ってんの？俺だって忙しかったって言っただろ。浮気旅行の何が忙しいって言うのよ。おい、頭いかれたか？あんただけには言われたくない。証拠もないくせにデタラメ言わないでくれますか？証拠ならあるけど、一人のんきに脳内お花畑でほんとバカ。俺に向かってなんてこと言うんだ。どんな証拠があるのか言ってみろよ。昨日旅館で女と腕組みながら出入りしてるところの写真があるの。なんでそんな写真があるんだよ。後つけてきたのか？子供たちが大変な時にわざわざ後つけるわけないでしょ。じゃあどうやって写真撮ったんだよ。ママ友のアリサちゃんだよ。たまたま同じ旅館に宿泊してたみたいね。はあ。その写真どうするつもりだ。離婚したいならしてやるぜ。話が早くて助かるわ。俺の浮気相手は社長令嬢なんだからな。お前とは違って若くてピチピチだ。私だってあんたみたいな男はいらないわ。慰謝料は好きなだけ払ってやるぞ。何開き直ってんのよ。最近お前に似てマコも可愛げねえし。あ、もうマコいないのか。マコなら今隣で遊んでるけど。おい、ショックで頭おかしくなったか。マコはもう元気になったよ。は？どういうことだ。娘の葬儀って言ってただろ。感極まってマロンのことを娘って言ったのよ。ま、娘には変わりないけど。おい、騙しやがったな。騙してないし、何回も連絡したでしょ。無視したあんたが悪いのよ。マコは生きててマロンの葬儀ってわけか。そうよ。でももうあんたは来なくていいからね。まあもう離婚するし、お前たちのことはどうでもいいわ。あんた浮気相手に騙されてるのを気づいてないの？俺が騙されてるわけないだろ。俺たちの間に嘘と秘密はしない約束なんだよ。あんたの浮気相手、社長令嬢でも何でもないけど、普通の主婦だって。アリサちゃんのママ友らしいよ。おい、どういうことだよ。俺独身って聞いてたんだけど。だから騙されてたんでしょ。罰が当たったのよ。浮気されたからって俺の好きな人のこと悪く言うなよ。事実を話してるだけだよ。あ、もう一つ言い忘れてたんだけど。まだ何かあるのかよ。その女の旦那さんはあんたの会社のお偉いさんらしいよ。さっき旦那さんには報告しておいたから。情報が多すぎて頭が追いついてない。俺クビになるのか。さあ、でも慰謝料と養育費は請求するから覚悟しておきなさい。きっと相手の旦那さんからも慰謝料請求されるでしょうね。嘘だろ。ユキ、ごめん。今さら何謝ってんの。反省するところは刑務所だから。浮気くらいで刑務所なんて行くわけないだろ。マコのこと放置したでしょ。保護責任者遺棄罪だから。やめてくれよ。夫の俺が刑務所入ったら悲しいだろ。離婚するから悲しくない。浮気してごめん。離婚なんてしない。ユキが好きだ。やり直そう。さっきと言ってることを違いすぎるんだけど、あんたに決定権とかないから。俺離婚なんてしたくない。ユキとマコと一緒にいたいんだよ。私たちのことをどうでもいいとか言ったの誰？ あれはつい、すいません。マコやマロンにひどいことしたのは誰？俺です。すいませんでした。保険金とか嬉しそうにしてたよね。本当にありえないわ。少し金に目がくらんだっていうか。でも今はそんなこと思ってないから。もう大丈夫だから。私があんたみたいなやつともう一緒にいたくないの。そんなこと言わないでくれよ。慰謝料と養育費ちゃんと払いなさいよ。無理だよ。社長令嬢って聞いてて散財しまくってたんだよ。借金の返済期日も近いし。え？借金なんてしてたの？ちなみにいくら？200万弱くらい。はあ、もうこの際だから落ちるところまで落ちろ。そんな勇気、助けてくれよ。助けてほしい時に助けてくれない奴のことなんて助けるわけないでしょ。
おい、俺たち夫婦だろ。いや、もう少しで他人よ。さようなら。後日談。娘はすっかり元気になり、娘と一緒に愛犬とはお別れすることができました。愛犬には申し訳ないことをしてしまったなと思いますが、最後を見取ることができてよかったなと思います。その後、夫はというと顔を真っ青にしながら浮気相手と浮気旅行から帰ってきてたので、そのまま保護責任者遺棄罪で警察に突き出してやりました。娘や愛犬など家族を大切にしてないことが分かり、離婚する以外の選択肢はありません。浮気相手も旦那さんがブチギレ離婚となったようです。今回のことは両家の両親たちにももちろん報告しました。慰謝料や養育費は夫の両親に見張ってもらい、必ず払ってもらいます。それから浮気相手の旦那さんにも慰謝料を請求されているそうです。会社では夫がお偉いさんの奥さんに手を出したことが噂に、結果居づらくなり自主退職となりました。無職の中で支払い地獄となっているようです。自業自得なので仕方ないですね。もちろん私も浮気相手に慰謝料を払ってもらいます。これからは娘と二人ですが、女二人で仲良く暮らせていければいいなと思っています。